はい。 本作のテーマでありますこの病気や死の話我々、どうしても避けがちなんですけれども今、この元気な時だからこそいつか必ず来るその最後の瞬間に備えておくことが大切一日を大切に生きることがハッピーエンドにつながるというねこの映画そこに気づくきっかけになるものとなっております本日はこの20代とそして70代の,お二人の2世代の観点からお二人のハッピーエンドのお話をしていただければと思います。 ではまずは早速なんですけれども加藤さん今野さんに一足先に映画をご覧いただいた感想を伺いたいと思いますまず加藤さんからお願いいたしますはいえー、っとそうですねあのー、まああの題材はすごく暗いんですけどもまああのー、見ててやっぱり笑えるところも出てくるんですよねで僕なんか特にそうなんですけどもやっぱりあのー、し について、あんまりも自分で、その思ったことはなかったんだけども。映画を見て、あ、やっぱり。自分が死ぬじゃ時に、やっぱりその周りに迷惑をかからないように。就活を考えなきゃいけないなと。そう思いました。はい、ありがとうございます。今田さん、いかがでしたか。はい、えっと、まあ、映画の中におきし。と、あと、あ、まあ、安楽死がすごく大きい。テーマとして。あるんですけれども、こういう思い。まあ、ある意味、思い、そのテーマをが。 映画の中ではちょっとこうくすっと笑えるシーンがあったりちょっとキュンとするシーンがあったりとかなんか映画を見てるとこうすっとその死がをテーマにしたその意味っていうものがすっとこう入ってくるそして最後はすごく見終わった後に考えさせられてしまうっていうなんか今までにこう見たことのない映画だなっていうふうな率直な感想ですね。すね。<ー> まあ元は暗いよね。そうですよね。うん、だから、見て、なんか笑っていいのかな。はい、笑っちゃ不謹慎なのかなと思っちゃった。でも笑っちゃう。 いますもねだからあの暗いテーマをよくそ笑いにつなげられるなってすすごいいなと思いましたねねそうですねう <ん S 1> え本当にね今あのおっしゃった通り、あり重くなりがちなテーマをすごくこうユーモアを持って柔らかくすっと今野さんおっしゃってたようにね心に入ってくる作品になっているんですけれどもえ本作はですねまずあの演じられている役者さんたちがあの主役のヨヘスケルをはじめ イスラエルを代表するコメディアンの方々が活躍されているんですけれどもこの点に関して加藤さんは、はい、えコメディアンとしてどのようにこの映画ねコメディアンとして見るんではなくてあのーまああのあの本を書いた人ってのはすごいなと思いますよやっぱりちょっと題材にしにくいテーマですよね。だから 例えばドリフターズでこの死についてのコントをやったりするとまあ不謹慎だって多分言われると思うんですよねあ特に今のご時世だと、ねえー、それをやっぱりこう体ではあんまり表,表現しないんですけどもあの言葉の中にいろんなことが笑,笑える言葉が入ってくるんですよねうん,うん。だから書いた人はすごいと思いますネタを考えた人は あの、音質でみんなが裸になってっていうのとかね、あ、ええ、やっぱり。ね、本当、ね、に笑えるんですが、ほろっとくるようなシーンでもありますよね。うん、今野さん、こう、笑いという点で見てると、どんな。笑いという点でですか。はい、いや、でも、あのー、あの、あの、そうですね、その先ほどの裸になるシーンっていうのは。はい、あのー、くすっというか、本当にみんな、みんなの、お前、優しさでね、裸になるんですけど。うんうんうん キュンととしますよねとっても、えーうん、でもあのコメディアンの方っていうのは知らなかったんでちょっと納得ですね。あの出てる人はみんなの年の人が多いじゃないですか。はい、もう90ぐらいとか80歳とかその辺の、ねうん、方たちも多いですよね。はい、だけどあれだけの年より随分集められましたね。 正確に言うとイスラエルだけではなくてちょっとこう近くの国で生まれた俳優さんなどもいらっしゃるんですけれども近いところから各地から集めて、うんえー、結果、まあ、コメディアンの方々が揃っていると、まあ、女優さんもいらっしゃるんですけどね。女性の方でも本当に、まま ちょっおいくつか分からないんですけれども70、80代の方なのかもう全裸になっててすごいかっこいいなとすでしたよね同じ女性としてはすごいかっこいいなっていうふうに思いましたけどね。やっぱりアルツハイマーが進んでいって裸で歩いてしまってそのこと自体はすごく日本人の私たちにとってもああかわいそうとかそういう目でまず見てしまうんですがそこからの笑いの変え方っていうのがね。うん あの難しいよな、本当にあの死が題材だとやっぱりちょっと笑えないじゃないですか、はいうん、それをうまいことね、まあ、笑わせるそのツボがあるんですよね、うんうん、とっても、うん、うまいと思います。はい、加藤さん、ご自身は、うん、あのコメディー、あのこう舞台の上で死を題材にするものは扱ったことは えっとないですねですかなありますけどもあの葬式のシーンとか、はい、でそこで、まあそのね、変な人がいたら面白いんじゃないかなっていう、はい、だからそういうのは考えるんだけどやっぱり死そのものをなんか身近に自分で感じて、うん、でそういうそのコントってのはあまり。あ ちょっと怖いですね。そうですよね。うん、なかなか勇気がいるテーマだとは思うんですけれども、あの加藤さんご自身はあの新井さんです。とか、怒りや長介さんです。とか、うん、えー、それぞれお見送りされています。けれども、その亡くなる前にこう伝えられたことです。とか、そういったことありましたか？なかったですね。あ,<ー>あのー、新井さんももうドレスさず辞めて、あの伊藤の方に住んでて、はい、で新井さん。 はもうあの元気ででいると思ってたんですよあ<ー>だから突然あのまあが癌だって言われてで一番最後にあの5人であのコマーシャルを撮るとこがあったんですけどねでその時に出てこれないんじゃないかなと思ったら荒井さん出てきてで仕事をやってでその仕事をやった3日後に亡くなったんですけどねだからその病気について話しするとか。 あの最近どうだいとかねそういう話はもう全然なくてで新井さんの出番が終わると新井さんはもう寝てましたからああの現場でも寝てらした、うん、それは具合が悪くて具合が悪くて<ー>なんかあのお腹に腹水が溜まっちゃって、はい、でその腹水がもうパンパンなんですよねでそれを抜くと楽になるらしいんですけどその腹水は抜いちゃいけないんですってあの栄養だから。 で、お腹をこうね、すごいもうパンパンに張ってますね。その様子は、あの、こう、まあ、もちろん、お腹はちょっと見ないとわからないと思うんですが。様子は、お元気そうだったんですか。いや、元気そうじゃなかったですね、<ー>やっぱり、見るからに、うん。あの、太った人が、げっそり痩せてましたからね。うん、でも、こう、副作用溜まっているという状態で、ええ、そこから三日後だったんですよ、ね。そうですね。三日後にいなくなったんですけど。あ,あの、いかりやさんの時は、どのような、最後でしたか。張さんの時はですね。 大体まあ一月ぐらい前にがん、はい、だからっていうのに聞かされてご本人から、ええ、はいでまあリンパにあの、まあ、移っちゃったんでもしかしたらとは本人言ってたんですよねうんだからで僕たちも返事し,しにくくてそれは直接電話ではなく直接メンバーのいるとこで言ったんですけど あそうですかとも言えなくて黙ってましたねあ皆さん一緒に聞いたということですね、ええ、ああその後こうメンバーの皆さんで集まった時はその話はされましたかメンバー同士で話したことはね、まあ、ドリフを、まあ、リーダーがいなくなるんでね、はい、でそのド,、うん、ドリフをやっていくためにはどうしたらいいかという話をしました。ああ それは具体的にどのよううなお話が出たんでしょうかリーダーがいなくなるんで、はい、やっぱり4人でやれるのもの考えなきゃいけないよなという,うそれがある意味このまあ映画でいう,う最後を見送るためのこう儀式といいますか話のこう進み方だったということになるんですかね。うん、でだと思いますね、うええ、そういう意識はもしかしたらされてなかったと思うんですが、ええ、意識は全然してなかったですね。 だからあのああいうそのこの映画でやるあの機会がね、はい、できたらとってもいいんじゃないかなと思いますよそう思われますか、ええ、自分で死を選ぶ、はい、ね選べるっていうのはでやっぱりその周りにも面倒を見てくれる人がいてすごい迷惑かかってるわけじゃないですか、はい、ねでそういう人たちにも申し訳ないしだから自分でいけるんだったら もう自分でボタンを押したいですね。意識がこうはっきりしてる時期っていうのはありますよね。